関古霊温泉は、台湾台南市北部、台南市白河区に位置する温泉。日本統治時代には、草山温泉、北投げ温泉、与え家温泉と並び、台湾四大名刀に挙げられた。旧正寒司令の寒は、河の変温であり、関古霊は、高い峰の意味である。1920年10月フレー48号より、関古霊と解消。年 ここは名詞家の設備後。赤古令温泉は日本軍によって発見されたが、発見された年については1898年と1902年の2つの説がある。1904年には旅館が開業し、翌年には立田屋も開業した。他にも警察の療養所であるトール新湾や超水湾という交換向けの招待所も作られた。また、台湾人に 入浴の風習を身につけ、個人衛生観念を要請するという台湾総督府の方針に基づき、1913年11月に作られた公衆浴場には台湾人向けの浴室も作られた。開発当初は最高級の温泉とされ、台湾総督をはじめ、高級管理の接待の場として使われた。また1913年には泥の中に、 ラジウムが含まれることが分かり、天下第一線とも称された。1933年には、伏見宮広秀王が温泉を訪問し、前日の蝶水庵に宿泊した。1964年に発生した白川大地震 ZH、1964年白川地震により、関古霊温泉は大打撃を受け、蝶水庵も倒壊した源泉は二つあり、一つは、 警察保養所の脇に、もう一つは氷や病の下方にある。かつては大量の泥湯が吹き上げられていたが、現在は湯出量が減少してしまっている。湯は灰濁しており、所々泥の塊が含まれる。ほぼ無味だが、石油と消毒液を混ぜたような独特な周期が特徴である。引用は不可。湯温は摂取70度摂取80度。 pH 約8から9。塩素イオン約 2027ppm、炭酸水素イオン約 3961ppm、ナトリウムイオン約 4273ppm を含む炭酸水素塩泉みである。温泉によっては肌に塗るための泥を別に用意し、利用客が思い思いに塗ることができるようになっている。赤濃霊温泉の温泉街は2カ所に分かれている。 一つは戦前から開けている源泉周辺のエリアで、もう一つはそこから坂を登ったところにある戦後になって開発されたエリアである。源泉周辺のエリアは、輸出は良いものの設備は古めのホテルが多い。背後の山はかつて日本軍の要塞が存在した。要塞跡は現在、紅葉公園という公園になっており、114種以上という、 多数の蝶が見られることで知られる。源泉地帯から少し坂を登ったところに、ヒオヤやオがあり、なきり不動明王が祀られている。この不動明王は、赤古霊温泉の守護者として、周辺の宿の経営者の信仰を集めている。なお台湾で、不動明王が祀られているのはこの病が、唯一とされている。ヒオうの脇にある、交換派と呼ばれる長い石段は、 日本統治時代には男坂と呼ばれ293段からなる石段だった。当時は赤古霊温泉に療養に来た日本兵がリハビリのため上り降りしていたと伝わる。この石段は県道175号や火山壁雲寺などの観光地にアクセスできる。また、そのまま175号線を直進すると地場のコーヒー豆を使ったコーヒーを出す喫茶店が立ち並ぶ。 175東山大道に到達する。かよし客運城関線、バルボ B7 ルノンステップバス 508FM、かよししさきき交通天運中心前胸ビル、赤子営業の15番バス乗り場。ありがとうございます。